はい、こちら玉浦養魚場さんの紅白、サイズが14センチです。お願いします。はい、今回は搭載メインということでいろいろな鯉を出しております。こちらの鯉はですね、水槽買いにおすすめの鯉じゃないでしょうか。今の時期こういったちっちゃい鯉はかなり少なくなってきております。だいぶみんな大きくなってきてるんですけど、こちらの鯉はまだ15センチ弱ということで、水槽、ガラス水槽とかで室内で飼われる方にもおすすめの一匹です。模様も、丸点模様の大きな模様ですね。なぜ水槽貝がいいかと言いますと、この横まで横の模様を見ていただくと、この側線があるんですけども、側線の方までしっかりこう日が出ております。あまり浅い鯉ですと見た目が、水槽で見ると寂しいんですが、しっかり来てますので横から見ても綺麗な鯉ですね。で、ほっぺたとかに目に紐もかかってないので、水槽で見た時に非常に美しく見えます。はい、お腹の方ですね。もちろん白地もいいし、紅の色も上がっているので本当におすすめな一匹です。はい、模様もね、単純な三段ではなく少し変化があって、はいはい、上から見ていただく分にも、気がある声じゃないでしょうか。はい、それではちょっとできるだけアップしたいと思います。どうでしょうか。はい、はい、こちら、玉浦養魚場さんの紅白、サイズの方が14センチになります。よろしくお願いします。